お疲れ様です。やばいことが起きたぞ。何ですか？はい、どれやばいことが起きたぞ。はい、何年ぶりだろうな。 4,5 年ぶりかな、もっとぶりかな、10年ぶりぐらいかな。16から飛び職人やっとんだけど、はい、その時のめっちゃ怖い先輩を、はい、なんてだって名前がケンちゃんだぞ。はい、ケンちゃんってやつ悪いやつしかないんだ。そんな先輩が突然連絡来てよ。はい、しかも何で来たの？フェイスブックだから。今だけです。フェイスブックのメッセージ来たから。えって思って、もうその人の電話番号だったら電話かったけど、はい、どうしても話したいことがあると。はい、俺大体分かるの、どうしても話したい。いや電話で言ってください先輩って言って、はい、まあ、怖い先輩でもそれ以上言えんけど、いや電話で言ってくださいって言って、いいやって話すわって。やばいよな、何だと思う？分かりません。何でやがらんだって、お前人相悪いんだから、その人。ニースがとんでもないぐらい悪いんですよ、ほんと。いや、いきなりカメラ回したのが、YouTube やってるのは知ってるって言ってたもんね。あ、うん。いや、俺の予想は、ちょっとこれマイク、はい、今ね、ちょっと視聴者の皆さん、マイクテストで今、新しいやつ買ったんだね、また。はい。うん。ちょっとやっぱ音をね、ちゃんとはっきり撮ってほしいって言われて、あ、これで撮ってんだ、今。マイクつけてね。結構ここでカブトムシ。もう俺の YouTube 魂？はい。YouTuber 魂だったら、もう多分その先輩が来て、はい、俺の予想な、はい、電話で言ってくださいって言って、今方で、はい、金貸してるんだ。見て、その人商売やってたもんね、もともと10人か20人を使ったと思うんだけど、もっとヤギさんでやりましょうよ。そうなんですか？ちょっとよ、本当にちょっとやべえですよ、マジ。まさか、ね、もう俺、喫茶店で会おうって言われたけど、いやいやですって言った。会社まで来てくださいって。外では会いませんって。拉致られやで。マジで拉致られる、はい、拉致監禁されるね、はい、やばいよ。 YouTube 視聴者が悲しむやん。どうなるかな、まあ、もしかしたらちょっとこれ動画にならないかもしれないです。本当にシャレにならないですよ。なんで、はい、ちょっとカメラ止めろやって言って怒られたら、まあ止めるんで、はい、もうこれ公開して、あのクシャってもう終わっとる。この動画で終わっとる。で、あの一人だけで告白になるかもしれない。あ、はい、まあ、実はこういう話でしたって、それ怖い、うん、ね、熊来たけど、はい、熊対処できませんでしたって。熊対処できませんでしたって。いい、はい、その時はお前語り火になってくれよ、視聴者にね。あ、実際の俺がどうなったか。はい、この顔がこんなのって、はい、あ、全然やってやったわって言っててもな、はい、いい。本当にでもお前あれだぞ、直視したら本当にやばいですよ、はい、お前らが見たら多分お前目つぶれるかもしれない。あ、そんなに。じゃあ本当それぐらいやばいですよ、俺。ちょっと気をつけます。それぐらい怖いの。はい、16から先輩じゃないかな。挑戦しようか、 YouTuber 魂見せてみようか。はい、いける、まあ、カメラ回せる。はい、それで、おいほら、もうカメラ回すんじゃって言ったらどうする？すいませんって言って、もうすぐやめます。嘘。あ、分かりましたって言って出せよ、お前回せや。はい、それが YouTuber 魂見せるって感じだろ。視聴者そこに喜んでろ。怖いな。まあまあまあ、いや、カメラ、俺にはカメラがついておるね。カメラが回っとったら強くいける。マジで止まった後がやばいんじゃないですか。それ止まった後はやばいけど、もう止まったらすぐ帰れていいよ。もう僕のアポイントは無理です。針行かなきゃいけませんって言って、針行っちゃうね。はい、行ってみようか。はい、よろしゅう。はい、さあ来るぞ。はい、完全なる客車の2台設置で、はい、来るかな。なんか設置したらなんか困ってた。大丈夫ですか？まあまあ、まあ、ずっ と撮影しとった程度で。ああ、はい。毎回もぼちぼち来るかもしれない。今日が若い時ぶりですか、会うの？一回ぐらい会ったんだ、どっか5年ぐらい前かな、会いたした。ああ。なんか飲みに行ったことはあんのが一回ぐらい。はい。YouTube やってからおっしゃるんじゃん。ああ。そこまで会社で、まあ塗装や、やってから、ね。あ、お疲れ様です。久しぶりです。お疲れ様です。ちょっとカメラ回ってますけど、いいですか？ああ。ちょっとです。お疲れ様です。お茶なんか飲みます？お茶でいいよ。え？お茶でいいよ。お茶でいいっす。何でもいいよ。どうぞ。久しぶりっすね。久しぶりっすね。まあ何年かぶりだな。いや、何で電話しんだんすか？お前 YouTube やっとるで。
それだけですよ。なんかありますよ。なんで電話でなんか用事言ってくださいって飲む用事じゃないですか。いや、会いたかったなと思って。それだけですか。ちゃんとする。はぁ？それだけなんですか、じいちゃん。本当はなんですか。本当は、はい、会いたかったなと思って来たんだから。カメラ回していいですか。どこ？いや、この、なんかもうそれ、いや、もう一日中カメラ回しとるんで、あれなんですけど。いや、なんか使えたらあれかなと思って、せっかく先輩来るで、ちょっとカメラ回しとこうかってなったんですけど。うん、来る気なくなりましたね。何が俺よりひどい。もう潔いだろう。いや、いつからですか。昔ありましたね。それはお前、若い頃はあるさ。何歳ぐらいって聞いたくなりました。何歳ぐらい、はい、ツルツルにしたの、はい、30ぐらい。なんでですか。YouTube で撮ってきたんだって。じゃあカメラ回しいいっすよ。えモザイクかけたらいいですか。もういいよ、モザイクかけたら。それか、もう目だけこう黒くしてよ。え目だけこう黒くして目だけ黒くしてよ。頭みたいな声で分かりますよね、大体知り合いだったら。いやでも声じゃ分からない人もね。 YouTube でいつからしとったんですか、僕がやってるって。あ、現場で聞いたんかな。あ、小林くん YouTube やってるよみたいな。うんうん、あ、噂になったんですか。昔出てくださいよ、出てくださいよ、一緒に行きましょうよって言われて。あ、マジっすよ。もう嫌だって。誰ですか。いいって言って。誰が言ったんですか。あの子。誰です。あの背のちっちゃいカリコリの子。背のちっちゃいカリコリ。誰ですか。あ、ユタですか。うん、あ、ホトクの。ああ、あれで現場で会ったんですか。あの、一緒に行きましょう。で、なんであいつがあの出てくださいって、あいつがなんで権限持っとるんですかね。違う、すべて分からん。たまに出るだけやな。カツオ君知ってますって言われて、はい、なんでお前俺が勝つのこと知ってんのって思ったけど、はい、授業しとるよっつって、はい、かっちゃんかっちゃん、はい、かっちゃんって言ってんのやあいつ、はい、そうですね、今 YouTube とかやってとか、僕もたまに出させてもらってるんですけど、はい、一緒に出てくださいって。ニーズ悪い人出さないでしょ。いや俺そんなニーズ悪くないよ。はい、あ、ニーズ悪くない。はい、そつくな、俺とどっちが悪い。クマみたいな場所だろ。何の用事ですか。ちょっと本当に言ってください。いやいや、YouTube やっといて来ただけだって。いやいやいや、俺もちょっと出てみようかなと思って。ぶっちゃけ金貸してんのかじゃないですか。は？貸してくれるの？いやいや、貸さないですけど。いや、大概で、大概電話でなんか、もうなんかあれじゃないですか。あ、急に。あってから話そう、あってから話そう、あっていうやつ。急に知らない人が来たら。いや本当ですよ。何ですよマジで。いやいや、お前 YouTube やっとるで、はい、たまには顔を見せようかなと思って。本当、この間来た時に、いや社長さんちょっと今出てて帰ってこないんでって言って。ああ、来たらしいですねこれ。あ、本当にたまたま来て、うん、そんだけですか。そうだよ。何何、僕はもう完全に来る前に絶対金借りに来るぞって言って動画にしようぜって言ってたんですけど、うん、カメラ回しとったらまたいい、俺も強気できるじゃないですか。カメラ回ってないとちょっと言えんな。いいよ、お金は。マジです、本当です。お金は困らんもんね、別に。なんなんですか、じゃあ動画にならないじゃないですか、これ。なあ。なんかじゃあ面白い話しません、昔話とか。でも言えん話がいっぱいあるじゃん。いやです、僕のですか。うん。例えば、まあ、ピー入れますんで。その頃、ウーロン茶があって。はい。ウーロン茶。ウーロン茶。全然覚えてないし。ウーロン茶があって、ウーロン茶が。黄金のウーロン茶みたいなのがあって、はい、あ、昔ありましたね、あ、黄金のなんか、あったろ、はい、それを全部捨てて、はい、誰かのおしっこ入れて。いや最悪だ。そんなんありましたっけ。で、はい、冷蔵庫の中に入れとったわけ。俺のやつですか。なんで俺って分かったんですか。はだってお前のみんなそのとこ決まっとったじゃん。あ、でお前の荷物もあるし、あ、はい、そっか、あ、まあ、うん、弁当袋ごと入れてみたいな。弁当袋じゃない、そのお茶だけ出して冷たい方がいいじゃん、夏だからね、はい、でこう冷蔵庫の中に入れて、はい、たらなんかこれおかしいって言い出して。飲んだんすか。俺飲んでない飲んでない飲んでない。そう、ショックだって分かるから。全然覚えてないな。もう言ってなくて、もう30、20年ぐらい前ですか。もっと前だったな。25年前。今いつ。もう43ですもんね。25年ぐらい前だな。そうっすよね、うん、さあ覚えてねえやな。まあ、あとの話は本当にできん。全部 P だ。あ、なんすかそれ。なんでもう全部 P だ。ちょっと言ってみてください。カットでいいで。本当に港の方だからさ。鉄バッグみたいなとかさ。は？鉄バッグ。港の方だからさ。はい、もう全部窓ガラスが、詰め所だから窓ガラスがあるじゃないですか。はいはい、そこに、外に真っ裸で、こんな感じとか。はい、縛られてる。ありましたね。ありましたね、なんか縛られて。紐で縛られるとかありましたよね。ニコニコしょって。もうでも今思えばいじめっすよね。
いやいや、いじめって感じてなかったですか。違う、やってっていう顔しとったから。やってっていう顔してないでしょ別に。言ってるね、正面に。そうですよね、ペットボトルやれとか、なんか悪ふざけひどかったですよね。うんこしょったらトイレ開けられるとか。詰め所のやつ、あの現場のやつなんかプラスチックじゃん。あ、はい、白でカー開くんですよね。でうんこしょったら絶対開くんだって。でもでも絶対時間見てうんこしに行かんと。でもそんなことされてもお前はそのままだったから。そう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 、別にごめんみたいな。ちゃんとやさいよ、お前どうしろよ。言うけどちょっと煮さして、おいしいおいしい感じでなさって。もうそうですね、懐かしいですね。そういや、そんなあったな。そう考えたら変わっとったっすね、僕。まともな人間だったかなと思ってましたけど。何ですか、もうカメラ止めるんで教えてください。何が何だと思ったの。いや、カニカニに来たのかなと思ってますよ。そうなの。ちゃうんすか、マジで。いや、もう大体いや電話で何も言わんかったもんね、うん、何の用事って言わんかったじゃないですか、うん、いや絶対カニカニめんどくせえなと思って。本当カニじゃないですか。そうやって思ったんだろ。思ってましたし、思ってます。今も今も思ってます。カメラ止まったら言うんだろうな。そこら辺うまいでな。ちょっと止めて、本当に。本当に止めて。止めます。止めて、ちょっと真っ暗にして。真っ暗にして、何で殴られるやつじゃん。また、じゃあぜひチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。またね。ちょちょり。ぎこちないですね。睨んどるもんだって。睨んでないですよ。YouTube で見る感じだなと思って。いや、全然違うです。もっとうまいな。はい。Yeah.